今日の先発ジャイアンツはおよそ1ヶ月ぶりの菅野でした。1回の裏ベイスターズは1番の桑原があと少しでホームランというフェンス直撃のツーベースヒットで出塁します。楠本が送った後3番の佐野、ジャイアンツの内野は後ろに守っていました。セカンドゴロの間に桑原がホームイン、ジャイアンツからベイスターズが1点を先制します。しかしその直後2回の表です。ベイスターズ先発今永から6番の岡本和真、6番になってからは初めてのホームラン、7試合ぶりの一発は第23号、1対1の同点とされます。3回はワンアウト2塁というピンチがありましたが、中田と今日から復帰の坂本勇人を打ち取った今永、勝ち越し点は与えません。しかしジャイアンツ菅野も落ち着いたピッチング、初回に1点を失った後はベイスターズ打線に2塁も踏ませないピッチングで、2回3回4回とベイスターズは3人ずつで攻撃が終わっていきます。しかし5回でした。先頭の外、センター右への打球が強風に乗りました。フェンスをギリギリで越えていく11号のソロホームラン。1点を勝ち越すとさらに2アウト2塁から1番桑原、レフトの頭上を超えるタイムリーツーベースヒット。この回2点を奪ったベイスターズが3対1とリードします。その直後ワンアウト2塁3塁と大ピンチを迎えた今永ですが、ウォーカーを力でねじ伏せます。続く大城も打ち取って6回の表を無失点。一方ジャイアンツ菅野も6回の裏はベイスターズの中軸を3人で抑える投球。菅野は今日は6回を投げて6安打3失点という内容でした。その後ベイスターズは8回伊勢、9回山崎康明とつなぎます。山崎はピンチを迎えましたが、最後は重信を打ち取ってゲームセット。3対1ベイスターズがジャイアンツを破って、本拠地この横浜スタジアムでは球団新記録となる12連勝を飾っています。